ヤッホー。お前ら突然ごめんね。パッタ君、遊びましょう。遊ぼう、丸々博士選手権。遊びに誘ったのに返信なかったから気になってきちゃった。ゲームしてて気づかなかったわ。ってことで何して遊ぼっか。なんでもう遊ぶことになってんだよ。良いではないですか。お菓子もあるからみんなで食べよう。私の名前は水戸ゆりか。幼馴染の獅子原聡太はお菓子作りが得意な女子力の高い男子。こう見えて実は中学時代ヤンキー構想区域をたった一人で一掃した伝説の元ヤンなんです。てかうちでやれることなんてねえぞ。全国〇〇博士選手権、いよいよ決勝戦です。今回のテーマは深海魚。全国一の深海魚博士の称号は果たして誰が手にするのか。この番組見たことある。一般の人が出る早押しクイズ番組なんだけど毎回テーマが違うんだ。今やってるのは深海魚についてか。うわぁ難しい。ぬかにはさっぱりなのです。勉強になるね。面白いよこの番組。そうだ、俺たちもこれやってみない？クイズってこと？うん、お菓子とか裁縫はどうかな。うん、筋肉についてはお前らにしか答えらんねえよ。パッタ君博士選手権はどうでしょう。それならみんなでできるね。確かに、ソータのことだと私が大体わかっちゃうから、タツタ君はテーマとしていいと思うな。待てお前ら、勝手に決めんな。勝った人は欲しいものをもらえるっていうのはどう？で、もし誰も答えられなかったらシュンが欲しいものをもらえる。よしよし。タッタ君博士選手権。やっぱり獅子原お兄ちゃんたち来てたんだ。ひなちゃん、こんにちは。声が聞こえたからもしかしてって思ったの。今日の服も可愛いね。ありがとう。これはこの前作って。ひなの半径2メートル以内は聖域だから近づくな。それでひな、どうしたんだ？今ワンピースを作ってるんだけど、リボンとボタンどっちつけたら可愛くなるか聞きたくて。それなら獅子原に聞かなくてもヒナならどっちも似合うに決まってる。やだこのシスコン。ねえねえ、これからシュン兄たちゲームやるんでしょ？一緒にやってもいい？でもタツタ君は。もちろんいいぞ。即答ヌヌンです。俺が問題出すのかよ。俺たちが出題したら問題分かっちゃって早押しクイズにならないでしょう。どんな問題か楽しみ。第1問、誕生日はいつ？はい、はい。ひなが早かった。やったー。シュン兄の誕生日は11月10日だよ。正解。さすがひなちゃん。シュン、次の問題は何？次は身長何センチ？はい、180センチ。ほぼ正解。はい、181センチなのです。なんで知ってるんだよ。いつもくっついているので。よくそれでわかるな。ひなちゃんのスピードすごいね。俺も頑張るぞ。好きな食べ物は？はい、肉全般。アバウト。正解。やった。シュンって肉好きそうなイメージだからね。次の問題は？じゃあ作れる料理は？はい、チャーハン。よく作ってくれるから知ってるよ。正解。さすがひなだな。タッタ君、次をお願いするのです。嫌いな食べ物は？はい、この間レタスとチョコのクラッカーに苦い顔をしていたのです。それだ、正解。次行くぞ。得意科目は？あ、はい、現代文。あまり現代文で赤点取ってるイメージないから。まあそうだな。次こそは。最近ハマってることは？はい、ゲームでしょう。ひな正解。次、昨日の夕飯は何？それなら、はい、野菜炒めなのです。お前なんでわかるんだよ。勘だったのです。すご
モカちゃんとひなちゃんがいい勝負だね。俺全然だよ。私も2人で決勝戦でいいんじゃないかな。難易度アップ。しゅん、ちょっとひなちゃんに甘いよね。出す問題とかさ。はあ、そんなことねえよ。だから俺とゆりかが出題する側に回るよ。しゅんに、私もっといっぱい答えられるように頑張るね。ひな、決勝戦は早押し10問勝負でいくよ。僕も頑張るのです。第1問、しゅんの好きなものは何？はい、絶対ひなちゃんなのです。正解。第2問、家にゴキブリが出てきたらどうする？はい、同時だったから両方の答え聞くね。たったくんならきっと部屋の隅っこまで逃げてスプレーで退治すると思うのです。ゴキブリが出たらすぐにヒナを助けようとしてくれるよ。どっちも正解。第3問、どんなジャンルの歌をよく歌う？はい、 J-POP の歌。最近よく鼻歌歌ってる。正解。第4問、行ってみたい国は？はい、アメリカ。ゲームも面白そうなのがあるからって前にシュン兄が言ってたよ。正解。第5問、シュンの口癖は何？はい、別になのです。いつも学校で見ているのです。確かに言ってるな。第6問、タツタ君のチャームポイントは？はい、大きいって。シュン兄に頭撫でられるのが大好きなの。第7問いくよ。シュンの好きな動物は？はい、猫なのです。野良猫を可愛がっているところを目撃したことがあるのです。正解。てかそんなとこ見てんじゃねえ。第8問、タツタ君の好きな漢字は何？はいはい、モカちゃんの方が早かった。やはりタツタ君の名字のタツの字ではないでしょうか。正解。私もそうかもって思った。あとちょっとだったな。第9問、地球最後の日が来たとして何する？はい、ゲーム。正解。最後なんて嫌だけど、その時はヒナも一緒にゲームしてると思う。ヒナ、なんて可愛い妹なんだ。次で最後なんだけど、最後はシュンが出題してよ。は？急に言うな。あ、じゃあ今考えてることは何か？今ですか？シュンに何考えてるんだろう。早く答えろ。はい、わかった。今日の夕飯何作ろうって考えてる。正解。引き分けが1、モカちゃんが4問正解、ひなちゃんが5問正解だったよ。優勝は僅差でひなちゃんだね。やったー、おめでとうなのです。勝ったら欲しいもんをプレゼントすることになってるんだ。何が欲しい？ないかな。遠慮しないでいいんだぞ。じゃあ頭撫でて。ひな、お前って怖い。かわいい。帰る時間。ソータ、そろそろ時間も遅くなっちゃうし帰ろうか。そうだね、楽しかったよ。ひなちゃんとも会えてとても嬉しかったのです。もう帰っちゃうの？また一緒に遊んでくれる？もちろんだよ。いいからさっさと帰れ。もう別れを惜しんでるところなのに。タツタ君の家に押しかける形で遊んだ私たち、ひなちゃんも混ざってのタツタ君博士選手権で、タツタ君のことや兄弟の仲の良さを知れた日となったのでした。いつも動画を見てくれてありがとう。今日は皆さんにお知らせがあります。次に来る漫画大賞の投票が始まりました。みんなが次に来ると思う漫画を大募集しています。ぜひ女子力高めな獅子原くんに投票してね。投票は概要欄のリンクから。ウェブ漫画部門で投票してね。それじゃあ今日も最後まで動画を見てくれてありがとう。次の動画も楽しみにしててね。バイバイ。今日の動画はどうだった？この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。